トーマス・ナストは、ドイツ系アメリカ人の風刺画家、政治漫画家で、アメリカ漫画の父とされる人物である。民主党の下院議員、ウィリアム・ツイードや、タマニー・ホールなど民主党の集票組織は、彼の風刺画に悩まされた。ナストが創作したことで有名なのは、現代的なサンタクロース像や、共和党の政治シンボルである像などである。俗説に反して、アンクル・サムやコロンビア、 民主党のロバは彼が生み出したわけではない。とはいえ、これらのシンボルはナストの作品を通じて普及したことに違いはない。1859年から1860年、1862年から1886年に雑誌ハーパーズ・ウィークリーに携わった。アルバート・ボイムはこう言っている。ドイツ・ランナウで アポロニア・アブリスとヨーゼフ・トマス・ナストの夫婦の末っ子として生まれた。彼にはアンディという姉がいたほか、二人の兄がいたがナストが生まれる前に亡くなっている。バイエルンの第9連帯水槽楽団のトロンボーン奏者である父親はバイエルン政府とは相入れないという政治的信念を持っていた。そのため1846年にナストの父はランダウを離れ、 フランスの軍艦やアメリカの船の乗組員となった。父は妻と子供をニューヨークに送り、1850年の終わりには家族に交流した。ナストは6歳から14歳までニューヨークの学校に通った。学業は苦手だったが、絵を描くことへの情熱は幼い頃からわかりやすいほどだった。1854年。 アルフレッド・フレデリックスとセオドア・カウフマンの下で1年間勉強し、その後、ナショナル・アカデミー・オブ・デザインに入学した。1856年、フランク・レスリーのイラスト入り新聞でドラフトマンとして働き始めた。彼の絵は1859年3月19日のハーパーズ・ウィークリーに初めて掲載された。これは、警察の腐敗を暴露するもので、 彼はこの時18歳だった。自画像ー1860年2月、ニューヨークイラストレーテドニュースの仕事でイギリスに行き、当時からメジャーなスポーツの一つであったボクシングの試合を描いた。その数ヶ月後には、イラストレーテドロンドンニュースの仕事でイタリアのガリバルディと仲間になった。イタリア統一のためのガリバルディの軍事活動についての漫画や記事は、 アメリカの大衆の想像力を刺激した。1861年2月にはニューヨークへ戻った。その年の9月に2年前に出会ったサライドワーズと結婚した。再び一時的にフランク・レスリー S ・ーーイラストレーテッド・ニュースで働くためニューヨーク・イラストレーテッド・ニュースを離れた。1862年、ハーパーズ・ウィークリーの先住イラストレーターとなった。 ハーパーズで仕事を始めて最初の一年で読者の感情に訴える作品を描くことで有名になった。例としてはクリスマスイブがある。これはタイになった花輪の一方に祈っている兵士の妻と眠る子供を描き、もう一つの花輪の中にキャンプファイヤーのそばに座って愛する人の小さい写真を眺める兵士を描いたものだ。彼の最も有名な漫画は 南北戦争に反対した北部の人々に向けられた南部への妥協であった。ナストはまた境界州や南部州での戦場を描くことで知られていた。これらは大きな注目を集め、ナストはリンカーンに我らが最高の母兵担当官、アワー、ベストリクルーティングサージェントと称された。南北戦争後、アンドリュー・ジョンソンのレコンストラクション政策に強く反対し、 ナストエスグレート、ビギニングインザフィールドオブカリカチュールと銘打った一連の厳しい漫画で、ジョンソンを描いた。アメリカンリバーギャングクロコダイルに見立てられたカトリックの司教が公立学校の生徒を襲っているが、ウィリアム、ロス・スイードは見て見ぬふりをしている、アイルランド人の日常生活よって、火薬村に火をつけている、アイルランド人。カトリック教会が、 アメリカの価値観に脅威であると考えていた。ナストの伝記を書いたフィオナ・ディーンズ・ハロランによると、ナストはカトリックの考えが公の教育に侵食していくことに強く反対していたと述べている。タマニー・ホールが教区のカトリックの学校を援助する新たな税金を提案したとき怒りを覚えた。残忍な1871年の漫画座。 アメリカンリバーガンジスでローマの指導を受けたカトリックの司教をアメリカの学校の子供たちを攻撃するワニとして描きアイルランドの政治家は子供たちが逃げるのを妨げている民主政治への恐怖としての宗教教育に対する国民の支持を描いたローマにおける権威主義的な強硬性無知のアイルランド系アメリカ人タマニーホールの腐敗した政治家たちが 作品中で目立つ存在となっている。宗教と民族の相違を緩和する無宗派の公教育を支持した。しかし、1871年に、ナストとハーパーズ・ウィークリーは、共和党が支配するロングアイランドの教育委員会を支援し、ジェームスを約聖書の教えを聞くように学生に要求している。自身の教育漫画は、共和主義者や無所属者の間で、 反カトリック、反アイリッシュの熱狂を呼び起こそうとした。ナストは彼らを暴力的な酔っ払いと描くことで、反アイリッシュの感情を表現した。アイルランド人を集団暴行、マシーン政治、政界のボスによる移民の搾取の象徴として、アイルランド人を使った。ナストがアイルランド人の暴力を強調するのには、若い頃に目撃したシーンによるものであるかもしれない。 子供の頃は体が小さくいじめを経験した。育った地域ではアイルランド人の黒人アメリカ人に対する暴力が日常的に行われていた。1863年ニューヨーク徴兵暴動でアイルランドからの移民で主に構成された集団が黒人の個人員を全焼させるのを目撃している。これらの経験は彼の黒人アメリカ人への同情と残忍で 制御不能なアイルランドの凶悪犯と近くしたものに、対する反感を説明できるかもしれない。彼の政治漫画は、通常は、アメリカのインディアンや中国系アメリカ人を支持していた。奴隷制の廃止を主張し、人種差別に反対し、クー・クラックス・クランによる暴力を嘆いていた。彼の有名な漫画の一つ、奴隷より悪いは放火され破壊された校舎から死んだ子を、抱え落胆する、 黒人家族と南部のレコンストラクション時の準軍事的反乱集団であるクー・クラックス・クランとホワイトリーグの二人が黒人アメリカ人に対する総合破壊的な仕事で手を組んでいる様子が描かれている。ナスとは少数派を擁護していたにもかかわらず、モートン・ケラーはナスとは後期に黒人への人種差別のステレオタイプが現れ始め、それは アイルランド人に対するものに匹敵したと書いている。政治的目的のために、シェイクスピアからの場面を現代化する手法をアメリカの漫画に導入した。ナストの絵は、たまにイーホールの強力なリーダーである、ボスツイードの失脚を早めた。ニューヨーク市の公共事業の長官として、ツイードは1870年までに、市の行政を完全に支配し、州議会で働く。 大多数をコントロールした。ツイードとその同僚ピーター・バール・スウィーニー、リチャード・ビー・コノリー、市長の A、オッキー・ホールは、その輪につながっている業者に払った費用を大幅に、水増しし、数百万ドルの金を横領した。ナストは、タマニーの腐敗を攻撃する漫画を1867年より、時々出していたが、1870年、特に1871年に4人の主要人物に、 的を絞ったツイードは、ナストの活動を恐れ、10万ドルの賄賂を渡すための密書を送った。そのお金は、ナストがヨーロッパで芸術を学ぶことができるために、裕福な講演者の集団からの贈り物としていた。興味があるのを装いさらに多い金額を交渉した、あと、50万ドルまで釣り上げたがこの申し出を断りこう、言った、自分はそれをしようとは思わない。 そんなに前からではないが、それらの何人かを鉄格子の中に入れてやろうと決断しました。ナスとは、ハーパーズの市場で攻撃を行い、ツイードの輪は1871年11月7日の選挙で権力からは取り除かれた。ツイードは1873年に逮捕され、詐欺の有罪判決を受けた。ツイードが1875年12月にキューバへ逃げ、 さらにそこからスペインへ逃げ処罰を回避しようとした際には b 後の役人たちはナストの漫画の一つを使って逃亡したツイードを特定することができた。ハーパーズ・ウィークリーとナストは1864年のリンカーン、1868年、1872年のグラントの選挙で大きな役割を果たした。1864年9月、自身を 平和な候補者と称する対立候補民主党候補、ジョージ・マクレランがいる中で再選への運動をしている時、ハーパーズ・ウィークリーは、ナストの漫画、南部との妥協シカゴの大会に捧ぐを発表し、マクレランの南部ビーキの平和成功を批判した。これは、何百万部が作られ、全国に配布され、ナストは、後に、リンカーンの運動が厳しい時に援助をすると、信じられるようになった。 1868年の大統領選挙で重要な役割を果たし、ユリシーズ・グラントは、この勝利を、シェリダンのケント・トーマス・ナストの鉛筆によるものとした。1872年の大統領選挙では、候補者、ホレス・グレーリーに対するナストのあざけりは、特に無慈悲であった。1872年に、グラントが勝った後、マーク・トウェインは、ナストに次のように書いた手紙を送っている。 ナスト、あなたは、グラント、むしろ文明や進歩に、驚くべき勝利をもたらした人の誰よりも優れている。ナストは、グラント大統領と近しい友人になり、二人の家族は、グラントが亡くなる1885年まで、定期的に食事会を行っていた。ナストと、妻は1872年に、ニュージャージー州、モリスタウンに移住し、そこで、最終的には5人になる家族を育てた。 1873年には講師や写生画家としてアメリカを回った。公園で回ったことにより裕福になった。何年もの間しっかりした共和党員であった。有名なラグベビーの漫画で通貨のインフレに反対し、1876年のラザフォード・ヘイズの大統領選挙を保障する上で重要な役割を果たした。ヘイズは後にナスとは自身が持っていた。 最も強力な唯一の援助と述べたが、ナストが反対していた南部和解の制作を支持したため、ナストはすぐに厳滅した。1877年にウィークリー S の発行者、フレッチャー・ハーパーが死去すると、ナストの編集者のジョージ・ミリアム・カーチスとの関係が変化した。ナストの漫画の出る頻度が減り、ヘイズや彼の制作を批判する自由を与えられなかった。 1860年代後半の初め、ナストとカーティスは、政治問題、特に政治論における漫画の役割について、頻繁に意見をこトとした。カーティスは、風刺画の強力な武器は、野党のクークルックスデモクラシーのために確保すべきであると信じ、グラント政権の政策に反対するカール・シュレツや、チャールズ・サムラーなどの共和党員を攻撃するナストの漫画を承認しなかった。 ナストはカーティスにこう言っている。人がペンで人を攻撃するとき、まるでその行為を謝罪しているように見える。私は目の間の敵を撃ち、ノックダウンしようとします。フレッチャー・ハーパーはカーティスとの論争において一貫してナストを支持した。フレッチャーの死後、老いのジョセフ・ W ・ハーパー・ジュニアとジョン・ヘンリー・ハーパーが雑誌の管理を引き継いだが、彼らは カーティスの編集の立場に反する漫画を拒否するという主張に対しより同情的であった。1877年から1884年の間で、ハーパーズにナストの作品は単発的にしか登場せず、ハーパーズはウィリアム・アレン・ロジャースの比較的穏やかな政治漫画を出版し始めた。ナストの影響力の範囲は縮小していたが、この時から彼の親、 中国系移民の絵は数十に上り、その多くでアイルランド人を先導者としていた。中国人排斥法を支持した上院議員のジェームス・ジー・ブレインを非難し、ツイードに対したのと同じ熱量でブレインを描いた。アメリカにおける中国人の運動を取り上げた少ない新聞画家の一人であった。ハーパーズ・ウィークリーに載ったトーマス・ナストの肖像画1880年の 大統領選挙では、ガーフィールドが、クレデットモビリエのスキャンダルに関わっていたため、共和党候補の彼を支持することができないと感じたが、民主党候補のウィンフィールド、スコット・ハンコックとは、個人的な友人であり、連合軍の誠実さは尊敬されるものだったので、攻撃することを望まなかった。結果的にハロランによると、ラストの1880年の選挙活動での、 論評は熱意を書いているとした。1883年3月末から1884年3月1日まで病気であったのもあり、ハーパーズに漫画を提出しなかった。1884年、カーチスとナストは、おののが腐敗していると知覚していた、スポイルズシステムや高い関税を支持者である、共和党候補のジェームズ・ジー・ブレインを応援しないことで、同意した。代わりに、 政府官庁の改革の成功を持つ民主党候補のグローバー・クリーブランドを支持しマグワンプとなった。ナストの漫画はクリーブランドが1856年以来の民主党の大統領になる助けとなった。ナストの孫トーマス・ナスト・セントヒルが語るところによるとナストの支持が少しばかりクリーブランドが選出されるのに貢献したと一般的に認められているがこれが実際には ナストが大統領を作った最後の国家政治での運動であるハーパーズ・ウィークリーの在任は1886年12月のクリスマスのイラストで終了した。ジャーナリストのヘンリー・ウォーターソンによるとハーパーズ・ウィークリーを辞めるにあたりフォーラムを失った。ハーパーズ・ウィークリーは彼を失うことで政治的な重要性を失った。フィオナ・ディーンズ・ハロランは前者は ある程度真実であるが後者はおそらく違うと言っている。詐欺師、フェルディナンドワードが経営していた銀行及び証券会社に投資をし、1884年に財産の大部分を失った。収入が必要になったため、1884年と1887年に再び抗議で全国を回った。これらは成功に終わったが、1873年に行った。 時よりは報酬は少なくなっていた。1890年にトーマス・ナスト、エス・クリスマス・ドローイングス・フォー・ザ・ヒューマン・レースを出版した。様々な観光物、特にイラストレーテッド・アメリカンに漫画を寄稿したが、以前ほどの人気を取り戻すことはできなかった。ナストの漫画の手法は時代遅れとみなされ、ジョセフ・ケプラーの作品に見られる、砕けたスタイルが流行した。 1870年代から続いていた手の痛みを含む健康上の問題は働く能力に影響を与えていた。1892年、雑誌ニューヨークが Z の経験を得て、ナスト・ S ウィークリーと名前を変えた。その後共和党支持に戻り、ウィークリーをベンジャミン・ハリッソン大統領を支持する漫画を載せる媒体として用いた。この雑誌は影響力がほとんどなく、 相関して7ヶ月後、ハリソンが選挙に敗れて、すぐに廃官となった。ナスト、エス・ウィークリーが失敗したことにより財源はほとんどなくなった。油への依頼をいくつかもらいボンのイラストを描いた。1902年、国務省の仕事を応募し、西欧で領事の地位を確保することを望んでいた。そのような地位は手に入れられなかったが、セオドア・ルーズベルト大統領は、 ナストのファンであり、南米のエクアドルのグアヤキルのアメリカ領事に任命している。1902年7月1日にその地位を受理し、エクアドルへ行った。その後、大熱病が発生した時にも仕事を続けており、数多くの外交施設や企業が伝染病から逃れるのを助けた。ナストも、その病気にかかりその年の12月7日に死去した。遺体はアメリカに戻り、 ニューヨークのブロンクスにあるウッドロン墓地に埋葬されている。ハーパーズ・ウィークリーの1863年1月3日の表紙にあるナストの描いたサンタクロース・ナストが、サンタクロースやアンクル・サムのような象徴的なキャラクターを描いたものは、現在用いられるポピュラーな絵の基礎を形成するものとして広く認められている。二千十一年十二月、ナストを ニュージャージー州、ホール・オブ・フェームに入れる提案がされたが、2012年に論争を起こした。ウォール・ストリート・ジャーナルは、アイルランド人のステレオタイプの漫画により、ナストの作品についていくつかの意義が唱えられたと報道している。例えば、The Usual Irish Showway of Doing Things では、アイルランド人を人間以下で酔っぱらいで、暴力的なものと描いている。 トーマス・ナスト・アワードは1968年により、毎年海外記者クラブにより、国際問題に関する、最も優れた漫画の編集漫画家に贈られる賞で、ある。編集漫画のトーマス・ナスト・プライズは1978年から、トーマス・ナスト財団により授与されている。この賞は、定期的に一人のドイツの漫画家と一人の北、アメリカの漫画家に授与される。 受賞者には1300ユーロ、ランダウへの旅行、トーマス・ナストメダルが授与される。アメリカの諮問委員会には、テキサス州フォートワースのナストの子孫、トーマス・ナスト三世が入っている。広く知られた、都市伝説にナスティという単語は、トーマス・ナストの生に由来しているというものがある。実際には、ナスティという単語は、ナストが生まれる、数百年も前の古フランス語とオランダ語を起源としている。 トーマス・ナストは、スケッチにより、御社を求めた。ありがとうございます。